はい、ということで、もう今日、16日、金曜日。まあ、ほんまは昨日動画撮ろうと思ったんですけど、ちょっと余裕なくて、今日、ホームステイ先にいる友達と一緒にコロナのワクチン2回目を打ちに行きたいなというふうに思います。ワクチン打ってから、もう一人、そのホームステイ先の友達が今学校行ってるんで、そいつの学校がもう本当にロンドンの中心にあるんで、そいつ迎えに行くついでに、まあ、観光でもして行けたらなって感じですね。はい、こんな感じで。ちゃんとソーシャルディスタンスが守られてます。一席開けて座るように本当に徹底してやってるように感じますね。はい、はい、ってことで行ったんですけど、なんか1回目注射打ってから8週間空けなあかんっていうのに7月1日にそういうルールに変わったらしくて、その友達のこのナオトが行った時は3週間打ってから3週間空けてもういいって言われてたんですけど、まあやっぱりコロナのことなんでコロ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 こうルールが変わるみたいです。そうなんで、まあ2回目はお預けですね。はい、ハイドパーク来たんですけど、本当にいいっすね。犬も放し飼いとかで本当に素晴らしい空間ですね。もう一人友達リュウタっておるんですけど、そいつが今学校終わったらしいんで、とりあえずそっちの方向にこれから向かっていこうかなって感じですね。またお疲れ。このビッグフィッシュ&チップス16ポンドなんで日本円で2500円とかですね。はい、高いんですけど、まあ、経験ということでいただきます。来ました、フィッシュ&チップス、フィッシュいただきます。
まい。うまいです、本当に。ビッグベン。なんか今工事中で、なんか全体見えなくててっぺんだけして見えるんですけど、まあ雰囲気はやっぱすごいですね。だからビッグベン行くまでの道のりがめっちゃ良かったです。にしてもなんか暑いですね、もう普通に。今5時で6時半から飯なんで、地下鉄乗って。また、今日行くとこ、この後行くとこに向かっていけたらなというふうに思います。はい、じゃあまた。はい、待ち合わせ場所に着いて、今が6時14分なんで、もうすぐ、日本にいる時の、まあ、家族ぐるみで仲良かった、夫婦がいるんですけど、まあ、この人と、ご飯行く予定があるので、まあ、それで行ってきます。非常に楽しみなんで、まあ、楽しんでやっていこうというふうに思います。はい、いいっすね。はい。Welcome to Rundown. Yes. Welcome. Welcome. Okay. Okay. Let's enjoy. Yeah. Yeah. She. He will share. Yeah. Here we are. Okay. Yeah. Three.Two, one. Yes. Wow. Good. Very, very good. Yeah. Very good. We got. ごちそうさまです。ごちそうさまです。まあ最初の頃は喜んでも子供にかっていうぐらいあそこばっかりしてたけど、なかなか入らなかったけど。お疲れ様でした。ありがとうございます。City of mine, how I love, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love, how I love the city of mine. It never gets me down.Born in the city, I was raised on its edges. My pop worked his life when it's complex. I found love in its center. If I could live
live here forever. Think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people. This is city. I met all my best friends, and I wanna thank every break. I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. Oh, you most my best moments in life. See, I fell in love for the first time in Golden Gate Park. I saw my first rap show at Great American Hall. I used to beg my homies for a ride across the bridge to goof off and spend the whole damn day doing whatever.